はいどうも、こまみれです。えー、今日はですね、ちょっと趣向を変えて、書評なんかをやってみようかと思うんですけど、まあ、前はやっとったんだけどね。<laughs> 最近全くあのー、本読む機会なかったからさ、なんか読みたいなーと思った時にね。で、俺の場合、その、なんだろう書本、読む本のジャンルって決めないのよ。うん。これはあのー、俺の本の選び方のこだわりなんだけど、たとえそれが、なんだろう、漫画だろうが、 あのそれこそ文芸だろうが哲学書でもいいし何でもいいしとりあえずなんかきっかけがあった時にパッと目に入ったもんでピンとくればそいつを読もうみたいなスタンスなんですよ。うん、で、えー、たまにねその本読むときはねよくねあの本屋行ってもう全ての棚を歩くんですよ。本決まるまで何往復も、うん。図鑑だろうが何だろうが関係ないんです。全部その 本棚のね、歩いて、で、全ての本の表紙、背表紙だったりとか、表の表紙だったりとかに目を通して、なんか自分のね、なんて言えばいいんだろう、ちょっとスピリチュアルなことになるけど、潜在意識に問いかけるというかさ、うん。そういうことをして、結構、なんだろう、自分の中でピンとくるもんがあれば、多分潜在的にそいつになんか興味が、そのことに対して興味があるんだなっていうのを判断基準として。うん。何がいいかってわかんないじゃないですか。 ね、世の中。だから自分のそのね、本能に従ってピンとくるものを選びましょうっていうのが、まあ、俺の本の選び方なんだけど、まあ、これに関してはね、ちょっと本読みたいなと思ったタイミングで、ちょっとネットでね、あの、この本の、なんか、イベントみたいなのの告知かな見て、あ、なんか、えー、そんなんあるんだ、面白そうと思って読んでみたわけよ。まあ、結局ね、あの、ご覧の通り、星は2つなわけですよ。うん。1、まあ、星1つは、おもんない。 星2は、まあ、読みたきゃ読めはいいと思う。星3は、そうだな、うーん、星3はそうだなうん星3はそうだなまあ、あの、どうぞと。うん、まあ、を、まあまあ、読んでもいいんじゃないっていう。うん <laughs> うん、なんか、機会があれば読めはいいと思うよ、みたいな。うん、で、4つ、5つに関しては、まあ,あの、俺の名前を出しておすすめできるかなっていうレベルかな。<laughs> まあそんなね、曖昧な判断基準だけど、まあ、せっかく読んだんでね、あの、こうやってお話ししようと思うわけですよ。まあ前置きはさておき。うん。まあご覧の通り星2つなわけですわ。うん。読みたいと思ったら読めばいいと思うけど、俺の名前でおすすめはできんな。うん。まあ一応ね、あの値段とか、あのコードとか、ね。あの出版社とか作者とか、いろんなこと書いてありますけど、まあ一応なんて言うんだろう。うん。 お任せするよ。<laughs> 読む人にね。見る人にね、うん。ただなんか、純粋に面白くなかった。うん、<laughs> 純粋に面白くなかった。あの、題材はすごいね。あの、いいのよ。うんまあ、ネタバレなくね、言っていくけど、題材はすごいいいの。あのね、あの、この画面に映っとるね、この真ん中におる少女が、えー、まあ、とある事故で、急にね、あの、聴力、 耳のね聞こえるその能力ってのを失うわけですよ。うん、であの女の子には、ね、その当事者の女の子には突然耳が聞こえなくなったっていうそのねそういう思春期まあ高校生の女の子なんだけどその女の子が突然聴力を失ったっていう本人がその病気というかそういうねあのことに対して向き合っていく姿勢。 あとは両親だったりとかね。突然その我が子の耳が聞こえなくなったっていう両親のその面とか、あとは学校の友達。うん。学校の友達だったり、あとは彼氏だったり。うん。そういうね、あのいろんな面とかね、そういうのを織り交ぜた話の展開で進んでいくんだけど、うん。正直文芸ってね、あんまり読まんのやけどね。 うん、最後に読んだ文芸は何だったろうな。あんまり結構ライトノベルとかで結構読んじゃう人やからね。あれは文芸ではないから。うんうん、あすごいね、あのテキスト的には読みやすいんですよ。うん、あのテキストっていうのはあの、例えば言い回しとかさ、ね、その文字の使い方、人によっては何て言うんだろうな、デスマス調あのトガキというか、ね、ナレーションみたいな部分よ。うん、それをねあの何やいです。 何やりしますとか、ね、デスマス調で書く人を盛れば結構何て言うんだろうあのそれこそちびまる子ちゃんのあのー、山田キートンさん,んキートン山田さんやったっけどっちやったっけあの人みたいになんかその作中にツッコミを入れる紙目線の作者とかさいろんな携帯があるわけよ、うん、でそういうのがあってテキスト自体はすごい読みやすかったんだけどうーんあんまりなんか 面白くはななかかったかなけど結構ね何て言うんだろうそういうねあの別になんか空想上の病気とか事件とかそういう話ではないから、うん、実際にねあのこの世の中にあるものだからそういうのを知っていただくっていうかまあ知るきっかけとかそういう風に捉えればこういうね文学という形でねそういうのにアプローチするってのは、えー、まあ別にね悪いわけじゃないしね それで面白い物語が紡げたらいいなぁっては思うんだけど、そのテキストというよりもね、なんか作者がね、うん、なんか、まあ、糸が見え隠れというか、ちょっとなんかね、作者、かい買い取る側の都合でね、えらくね、三谷幸喜みたいに、なんだろう、ご都合主義ってわけじゃないんだけど、ちょっとね、急に現実に引き戻される感覚みたいなのがね、あってね、 うん、一応ねあのー、例えばその東京舞台が東京だったりだったとかね実際にある事件、ねじまあ、事故とかね事件ではないか、うん、実際にある病気の話とかそういうのをテーマに扱うのはいいんだけど、えー、急にねなんかその空想とね現実とその距離感がねすっごい下手くそな撮取り方が、うん。俺もそんなねいろんな本をねあの何千何百と読んできたわけではないけど それこそなんだろうライトノベルみたいなのを読んでるせいなんかなうん。結構ね、その、空想の街とか、名前とか、そういう使う作者もおったりとか、舞台は日本なんだけど、日本のあるかもしれないっていう、そのね、なんだろう、場所は日本で、俺たちがすごいね、あの、とっつきやすい土地だった、地名だったりとか、 ね、そういうなんか日本の国,あの国の状況だったりとかってのはあるけどあくまでもその文,芸文芸の中身だからその、ね、リアルを伝えるもんじゃなくて実際にモデルがおって、ね、リアルを伝えるわけではなく、えー、あくまでもこの文学上のフィクションっていう世界にとどめなくっちゃ急に現実の話とボンってぶち込まれるとすっごいやりにくいわけよ、うん、読む側としても。 ね、どこかにあるような現実に近い、まあくまでも空想読み物として読んでるこっち側が第三者視点で見てないとあの物語ってすごい成立せんわけよ。うん、現実をさらっていくそのねあのニュース記事とかじゃないから、うん、文学としてあの気象転結物語があっていや作るにはそういうねいい感じの距離感空想と現実の距離感っていうのがうまい。 本ほど面白いし残るし、うん、ねそういうねあの読んどっても楽しいしっていうのがね面白いしっていうのがあるんだけどこれはいまいちだったなっていううんまあネタバレ踏まえて話してもいいんだけどまあそうだなあのこっから先はあの実際の事象をうんあの込めて 話したいと思うんで、もしもこの本に興味がある方は、ここら辺で、えー、閉じて,いてく,れくれればと思いますあの。がっつりネタバレの話とかするんで。オ、う、ッ、ん、OK ですかね。はい。あの、ここまで来たらもうネタバレを了承したということで、まあ、軽くちょっとね、話していこうと思うんだけど、うん。結構そのね、あの、今も言ったように、あの、舞台は東京、三鷹だったっけな。 んか大育保とかだそん,くらいそんくらいの場所やったっけな舞台は東京なんですよ日本のね東京という舞台で、ね、あの実際知ってる街だったりとかそういうのが題材になってねでそこにいるかもしれないくらいのまあフィクションと、ね、現実3フィクション7くらいの距離感でね舞台は現実だけどそこにその実際の人物はおらず、えー、創作されたうん。 人たちが織りなす、えー、物語みたいな感じなのさ、うん、けどそのね呼んでくにつれてたまにねなんかね脈略もなく急にねあのー、このヒロインのね女の子が、あのー、東日本大,に大震災の話をするわけよ、うん、あそう思えば何年前みたいな。 東日本大震災があった時、えー、怖かった、どうだら、みたいな感じでね、うやうやと話をするんだけど、うん。さっきも言ったように、現実と空想のいい感じの距離感に、突然ね、あの、そのヒロインたちは別に実際の人物ではないから、ね、あくまでもフィクションじゃないですか。けどそのフィクションの中に、東日本大震災とか、そういう話をボンと入れることによってさ、ね、 それが海外の人間だったらまだいいかもしれんけど、実際ね、あのー、別に、その土地におったわけじゃないけど、日本中が被災者とも言えるわけじゃないですか。急に現実の事件とかをバンって持ってかれるんですよ。めちゃくちゃなんかね、急に現実に戻されるんですよ。<laughs> そういうのって。うん。容赦容赦で。うん。なかなかね、なんだろう。うん。しんどいとこがあったね。え、なんか急に呼んどったらさ、ね、すごいなんか、 そ,のそれこそ現実3空想7くらいの物語をふるって思ったら急にねあの主人公が別にその被災者で福島とかに住んどって東京に引っ越してきたみたいなバックボーンがあるんだったらもっと前の段階で話すべきなんだけどある日突然急に <laughs> 物語の展開で言えばねある日突然急にあの大震災のことを思い出してみたいなことを言い出してえっ、ー、と思ってさなんか急になんか現実の事件っていうかまああの 事象のことを話し出たたぞみたいな <laughs> えーっと思ってさ。なんか、そこで急にパッと現実に思ってさ。え、なんか何これみたいな。うんで。これが最初に言った作者が書きたかったんだろうね。その話を。うん。まあ、あんまり作者のことうんぬんって言いたくないけど、まあ、元々テレビマンだったし。うん。なんか、そういう意図があったんだろうね。うん。何て言うんだろう。 あのお笑いとかでさあのこの、ね、このボケを入れたいからこういうネタにするみたいな。うん、なんか独特のフレーズのギャグがあったりとか、ね、だか例えば U 字工事がごめんねごめんねっていうやつを言いたいからこそそれを言うように謝る。 謝るまでのそのそプロセスをを書書いたネタを書くみたいなそんな感じだと思ってくれればわかると思います。うん。そういう意図がね、あってね、急にパッて現実に戻されてね、そっから急に面白くなくなったね。で、もちろんその東日本大震災の話が、ね、その主人公のね、回想が終わった後、また作中の話に戻っていくわけよ。うん。あとはまあ、K-POP のアーティストがどうだとかさ、うん。急になんか、ふっとね、戻ってきたりしてね。 えー、と思ってそっからはね何だろううんその最初言ったいろんな視点でねあの本人だったり家族だったり友人だったり彼氏だったりみたいないろんな視点があったんだけどそこら辺もごちゃごちゃになってうん。 よ、多分俺エロゲとかやっとったからさ、昔。うん。今も全然やってないんだけど、エロゲとかもそんな感じでさ、やっぱいろんな視点があってね、舞台も日本だったりとか、全く関係ないね。あの、日本っぽいとこだったりとか、そういうね、その空想と現実の距離感っていうのが、多分そこで養われたからこそ、こういうものを見て、すごい違和感を覚えるんかもしれんけど、うん。いまいちやったなぁ。うん。 だから中盤くらいまではね読んどったんやけどそっから親ってなってその東日本大震災とかの話があって親ってなっ,たなってからは、うん、その急に現実に戻されたからさそっからあの本の中に戻ることはできんかったよねうんそんな感じの作品ですよまあこれまで聞いて読みたかったら本当に読めばいいと思うしうんまあ興味がなかったら絶対にあの買ってはいけない よううななもんだなとは俺は俺思うんで、うん、まあ、そんな感じのお話でございますよ。はい。あのー、まあ、興味があれば見ていただければいいし、そんな本が世の中にあるんだなっていうのをあの知っていただくことも大事だと思いますから。はい。あとね、本は何冊かってね、まあ、定期的にやっぱ本読むのって別にそんな、なんて言うんだろう。うーん、こんなデジタルな世の中だ,だけどさ、やっぱ活字に触れることってすごい大事なのよ。 うん、特にこうやって YouTube にね、ベラ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 、ああだこうだ話しとるような人間からしてもね、うん、あんまり現実の人間とは話す機会がね、結構減ったんやけどね。<laughs> まあその代替えとしてね、こうやってね、話しとるような面もなきにしもあらずだけどね、やっぱり言葉ってのをね、あのー、入れてかんと、うん、語彙力みたいなのも養われんし、うん、そこでね、あの昔、昔入れた知識を今、 なお使いい続けるみたいなそういうのあってね人生生きにくいからさうんまあ活情を読むことはあのこれからもやっていきたいと思うしまあ当たりの本があればおすすめするしあのハズレの本があればこうやって酷評するしはい <laughs> まあそんな感じのお話でございましたはいまあ是非ねあのこれを聞いた誰かの何かになればいいなと思いますはい以上こマミリでした